こんにちは、コミーです。今日はこちら、この本のセーターの編み方で編んでいます。1回目、これ2回目ですよね。この編んでる動画はね、で最初の時にベストにアレンジしたいなみたいなことを言ってたと思うんですけど、まあ、まだどうするか決定はしてないんですけどね。もうこれすでに袖のところを編み始めている感じなんですよ。ネックからトップダウンで編むやつなので、で袖のところのアレンジ難しいっていうか、めんどくさい。あ、こうやればいいのかなっていうのはなんとなく構想としてはあるんだけど、めんどくさいなって思ってやらずに、この袖の部分ちょっと編み始めてるんですね。だからまあ糸の、具合、糸の都合で、まあ、半袖とかなんかそういう短い袖にするとかもありかなとは思ってるんですけど、あのもう全然違う色で袖を編むとか、なんかそんな風にするとセーターもいけるかなという、糸の量的にはね、ちょっと色がほんとガチャガチャになるけれども、だからまだちょっと今決めてない感じです。うん、まあ本当はね、その本の編み方通りのものを一つ編んでみた方がいいなとは思っている、んですよ。最初からいきなりアレンジじゃなくて、まずはあのそのまんまを編んでみた方がいいなぁと思っているので、うん、編めたらセーターにしようかなぁぐらいな感じの気持ちに変更してきております。でまだ今こうやって増やし目しているところっていうのかな、ネックから編み始めて、まだ脇のところに行ってない状況なので、その後はもうぐるぐる輪で編んでいくみたいな感じだからね、あのもうひたすらメリヤスみたいな感じになると思うんですけど、まあその辺に行った時にちょっと色を変えるっていう風にして、そうするとあの気分転換じゃないですけどね、気分が変わるなーとか思いながら、今はだからね、ちょいちょいこう増し目があったりするから、あの楽しく編めてるというか、まだ全然始めたところなんで飽きるとかはないんですけど、楽しく編めている感じですね。でこれ増やし目するところはもう決まって、規則性があるので、基本はもう本とか見ないで編める感じです。ただどこまで増し目をするかみたいなのはちょっと目数を確認しながらっていう感じで編んでるんですけど、そんな感じだから、こうちょいちょい空き時間に編めるような感じなんですよ。で最近はあのラジオトークというね、アプリラジオなんですけど、前にっていうかまだ続けたいつもりでいるけど、ラジオの配信をこう収録してっていうのをやってたんですけど、今ライブ配信ができるようになって、そのラジオのライブ配信しながら、まあ、これ編んでるとかそんな感じがあります。だからこれは動画久しぶりだけど、そのラジオのライブ配信しながら編み進めてたみたいなとこもあるかな。まあ全部ライブ配信で編んでたわけじゃないけど、そんな感じなんですよね。ちょっと手がかじかんでいて動きにくい感じが動画でわかるんでしょうか。今増やし目していって、その胴回りに向かっていってるところで、最初は1段が短かったのが、もう着々と長い段になってきていてですね、なんかああウェア編んでるんだなっていう気分になってきているっていう感じです。
あの去年もこの糸で編んでるからね、あのそうだそうだって感じなんだけど、大きくなってこうウェアっぽくなってくるとっていうのかな、こう編んだところがね、そうするとなんかあーってセーターだーみたいな、そんなので気分が上がるっていうのありますよね。セーターは初セーターだったんでね、去年のやつはね、なんか途中ちょっとあれ飽きてるっぽいとかあったんですけど、セーター編めんのかしらっていうところから、いや編めちゃってるわみたいな、なんかそういう楽しみ方がありました。で今回これが V ネックなんですよね。だからその辺もね、ちょっとどんな風にできるんだろうなっていうのもあって、もうでもすでに今 V ネックのその襟ぐりのところを編んでるんですけど、なんかあいい感じだなってもう見ていて、メランジのカノコ編みのベストの時の襟ぐりと似てんのかなって思いながらやってるんですよ。ゴム編みの襟ぐりもちろん好きなんですけど、ゴム編みじゃなくてもできるんだなーっていうのをね、そうメランジのベストの時に思って、いろんなものがありますね本当にね。だからちょっとこのセーターも楽しみなんです。ちょっと色がグレーとこれだけじゃなくてもう一色入るかもしれないから、まあ使い方によってはね外にも着ていけるかもしれないんだけど、ちょっとその辺がどうなるかっていう、あの冒険ちゃ冒険なんですけどね。飲み物いきます。今日の蓋付きマグカップ、はい、白桃の紅茶。ティファールのポット、湯沸かしポットっていうのかな、があるんですけど、息子に持たせていて今家にないんですよ。で、まあ、ポットを買おうかなって思いながら今、ガスコンロで沸かすお湯をね沸かしているんです。で今この紅茶入れるときに、まあ、少量だけ沸かしてね、あの入れようと思って、でピーとかならない、なんかコーヒー入れる細口のケトルっていうのかな、それでやっているから、その音であ沸いたかなみたいな、そういう判断をしてるんですけど、ちょっと急いじゃったっていうのかなちゃんと沸く前に、ちょっとだから沸騰する前にあの火から下ろして入れちゃったんです、この紅茶。だから色が出なかった、あんまり早すぎた。音で沸いたかなっていうのはわかるんですよね。だからそれを確認すればいいのに、ちょっとしか水入れてないからもう平気だろうみたいなそんな風に判断しちゃったから、ま、香りはしっかりと桃の香りはしました。そういうフレバーティーっていうのは味じゃないですもんね、香りですよね。だからまあ言っちゃいいんですけど、色がちょっとなんか出がらしなのっていう色でしたよね全然出がらしじゃないんですけど、ちょっと温度が低かったなということでした言い訳してるみたいだけど、紅茶ね、普段あんまりの飲まないとか飲み慣れてなくて、で、あもうこれ本当前にも言ったけど、物によるんですけど、イガイガする時あるんですよ、喉が。紅茶、これもまた言ったけど、その紅茶派になりたいと思って紅茶を一生懸命飲んでた時期があるんだけど、やっぱ喉がイガイガするなっていうのが、これはもうね、どんなに好きになろうとしても、そのイガイガがあるとやっぱり美味しいと思えないし、飲みたいと思わなくなっちゃうから、
イガイガしない紅茶はないのかって探したりとかして、で紅茶専門店ってありますよね。でそういうとこ行って、いろんな紅茶を買ってみたり。でそうなんですよね、その紅茶専門店で買ったものは、うわ喋ってると間違えるのか、ものはイガイガしなかったんですよ。だからなんか違うんですかね、素材が違うわけじゃないんでしょうけど、なんか違いがあるんだなーって思ったりして、うん、そういうのはあった。でも意外がしなくてもやっぱりそんなにこうコーヒーほど飲みたい飲みたいって感じにはやっぱりならなかったから、結局コーヒー派なんだなっていうことで落ち着いたんですけど、まあね、飲みたいものを飲んでたらどっちが好きかって分かりますよね。で自分の好きを変えようなんていうのが、まあそもそもアホな考え方だったんだなっていうまあそんなこともありましたけどね、うん、でコーヒーもね、いろんなの飲んでみたっていうのをやりましたけども、コーヒーは本当いろんなの飲んでみるのが楽しくて、でもだからっていっぺんに飲めないから、たくさんの種類買ってもなんか鮮度が落ちるしとかって思うと、たくさん買えないから、ちょっと何種類か、2種類ぐらいかな買って、で飲んでみて、しばらく飲んでみて、また違う種類のを買うみたいな感じでね、楽しんでた時もありました。動画の場合もヘリコプターの音入りますよね。これライブほどじゃないのかな、なんかヘリコプターが多い気がする。この撮影は2階でやっているんですけど、猫たちがやっぱ寒くなってくると、ホットカーペットは常につけっぱなしにしてあるんですね。ホットカーペットとか、そのあったかいところをやっぱ自分で選んでいるんですよね。だから1階のストーブ、なんていうか電気ストーブみたいなやつですね、火は使わないやつで、エアコンはまだ使ってないし、それを1階でつけていることが多いんですよ。今も1階のストーブはついてるんです。でも2階は、今ここ私がいるところのストーブはつけてないんです猫のためのストーブなんですよね。でもちろんここもすごく寒くなってきても、これは耐えられんってなったらつけると思うんですけど、2階はねまだつけてなくて、で寝室、寝るとこもここなんですけど、でなんか寝る前に体を温めない方がいいみたいなことをもうこの間言ってるのを聞いて、そっか、じゃあだから布団の中入ればまあ暖かいですよね。だから部屋自体はそんなに温めなくても、まあ我慢できるならってことですけどね、温めなくていいのかと思って、本当日中は1階で暖房をつけてるけど、私が2階にいたとしてもまだこう暖房使ってないみたいな、だから手がかじかんでるんですけどね、2階でもうほんと夏もそうだけど、あ、まあ夏私暑いのがダメだからね、私がいるとこもつけたりするけど、もうなんか猫のためにって感じが、まあ3対1なので、今猫が3で人が1だからこれ多数決の問題じゃないんですけどね。まあでも本当あったかい場所に猫、そのストーブの真ん前とかで寝てたりしますね。本当だからよく分かってんなーっていうか、どこがあったかいのかっていうね、居心地のいい場所を本当変えていきますよね。季節が変わっていって、こう気温が変わっていくと、自分の居心地のいい場所っていうのかな、そういうのをちゃんと変えていくんですよね。すごいなと思って。まあこれわかんないけど、かじかんでても、か
弾かんでて編める棒の方が弾かんでても編める気がするって今ちょっと思った。鍵の方がこう手指とかを使う感じがしますね。こう指とかあんま使わない、鍵棒の方がかじかんでても動かせるような編み方の気がするけど、でもこのなんとなくの手の感触、このね、私目をこう均一にさせたいっていうのはいつも意識していて、その糸の引っ張り加減を同じにするみたいなことは意識はしてるんですよ。その時にこの左手とかで引っ張るこう糸の引っ張り具合みたいなのとかでこうなんとなく揃えようとしてるみたいなところがあるんだけど、そのちょっとした違いみたいなのがかじかんでるとセンサーが落ちるみたいな、そんな感覚がちょっと ありますね。あのそんなに素晴らしく繊細なセンサーではないんだけど、そのかじかんでるとこの手の表面が麻痺してる感じになりますから、なんかそこのこう皮膚感覚がない的な感じですよね。だからあのかじかむ直前のこうキーンとした感じが一番なんかこう手がピリッとしていて好きなんだけど、それを超えてかじかんでしまうと逆にすごく鈍感な手になってしまうから、これはもう今日のはかじかみすぎてる手なんですよね。ちょっと今温めてから来たんだけど、やっぱすぐ冷えちゃう。まあそんなことで、これも編み進めてるよというような今日は動画になりました。ちょっとこういう風に見ると結構こうするとなんとなくわかるかな。この V でここが袖になる、ここが袖になるっていう感じで今育っているという感じです。はい、ということでセーターを編み進めている動画となりました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。セーター楽しみだねと思う方は高評価お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。